はい、セクシーでーす。今回はね、いつものあのプレイ実況とは違うんだけどね、アーマリーの武器とかのコスチュームをね、 XP にね変換できるので、それをやっていこうかと思います。自分ね、あのアーマリーの武器とかコスチュームのね XP に変換できるのちょっとわからなくてね、ちょっと今さっきちょっと気づいたんでね、早速ね実況動画としてね録画しています。ちょっと XP に変換できるのね、どうしてわかったかというとね、まずねこのサプライドロップね、あのマルチプレイ中にね、あの敵にやられたりするとね、このサプライドロップっていうのはゲットできるんだけどね。で今現在ね黄色い枠でね表示されてるんだけど、この今1ってなってるんだけどね、サプライドロップね。でこれいつもね、オープンしたい場合はね、あの 丸ボタンを押すとね、このサプライドロップを開けることはできるんだけど、ちょっとまずやってみようか。今できないでしょ。新しいアイテム、赤い文字でね、新しいアイテムを獲得するにはアーマリーのスペースを確保してください。サプライドロップアーマリーフル空きスロットが 1必要ということでね、もう今ね、アーマリーフルになってるんでね、今1ね、全部で9スロットあるんだけどね、こうやってね、今武器からなんだけどね、で、こうやってね、コスチュームね、もう空きがない状態なんで、サプライドロップを開こうとしても、スロットが今、空きスロットがないんで、開けることができないっていうことでね、ちょっとどうしたらいいかっていうことでね、最初ね、これアーマリーのどれかをね、削除しないと、削除してね、空きスロット1ね、開けないと、スロット1開けないといけないなと思って、来たんだけども、これね、よく見るとね、下にね、XP 変換、四角ボタンなんだけどね、あ、それを押すと、なるほど、こうやって、このアイテムを XP に変えますか。アトラスコントラクタープロフェッショナル。ちょっとね、どのアイテムを XP 変換したらいいのかなってちょっと迷ってね、いいやつは残してね、あんまり良くないやつは XP 変換に回した方がいいと思ったんだけど、ちょっとこれで迷ったんだけど、でもよく見るとね、こうやってね、同じやつもゲットしてるんだよね。あの、サプライドロップしてるんだよね。だから、同じやつは2つ必要ないんでね、こうやってね、これはね、今、アトラスグローブ、アトラスコントラクター、これ2つのうち1つをね、XP に変換。今、これまだやったことないんでね、これ初めての初見なんでね、このアイテム XP に変換しますか。丸を押すと XP 変換。今ね、現在のダブル XP なんでね、これは、これあれなのかな、この XP 変換、このね、アイテムも変換でね、ダブル XP に適用されるのかちょっとわかんないんだけどね。まあ、ダブル XP 期間内で一応やっとこうかなと思ってね。まずね、これをちょっとやってみようと思います。XP 変換。続行するとアーマリーからアイテムが完全に消去したのです。はい。今増えたね。これはおそらくね、ダブル XP に適用されないのかな。マルチプレイだっかな。でね、これ次々ちょっとやっていこうかなと思って、これはもう今1種類しかないのか。今空きスロット1空いたんでね、で次は、あ、これ今1か。最初からちょっとやりたかった武器はちょっとね、武器もね同じやつがゲットされてるんでね、ちょっと同じやつはここにはないな。みんなこれ1種類ずつだな。で、MK。これよく見ながらね。あ、これは MK14 ね。シグナチュアっていうのかな、これ。これまだロックされてる状態なんだけど、これも XP 変換の対象なんでね。これ同じやつなんでね。これも変換しようと思います。これは変換 500XP。アイテムによってね、レア度によってね、XP の数値が異なります。
こうやってね、これも3つあったのか。じゃあこれもね、であとはこれもね、 ASMR もね、あ、 ASMR もちゃうか、で次はこのセンチネルモバイル、これは3つあるんでね、これも変換しようと思います。あと2つあるんでね、これもねちょっと XP に変換 しようか。このエアボン、これも2つあるんでね、これは1000で結構高いんでね、レベル上がりました。こうやってねレベル上がるんでね。で、あとはこれもね2つあるんでね、これは結構高いんでね、このヘルメットね、こうやって使うと、あ、さし XP 変換できないやつもあるんでね、こういうのはロイヤリティというのが一番高いんで、 2000XP でね、なかなか出ないんでね。マリン、センチネル、ディーコン、これも2つ、あ、これちゃうな、これ気をつけた方がいいんでね。これも同じやつでね、マリンショットガン、これ2つね、これもちょっと XP に変換しとこうか。センチネル、これ2つなんで、センチネル、インテル、これも2つ同じやつなんでね。でこれもナイジェリアンインファクトリー、これもね、グローブも2つ同じやつなんでね、ちょっと変換しようと思います。これまだ結構同じやつがあるんでね、これは結構多いやな。あとはないのかな。空きスロットは結構空いたんでね、この今ねサプライドロップゲットしたやつをオープンしていきたいと思います。オープン、はい、保存できたんでね。はい、今回はアーマリーの武器やアイテムを XP に変換できるっていうことでやっていきました。ご視聴ありがとうございました。